そうやね、標高500メートルほどかな、高さ。1000メートルないよ。その半分ぐらいじゃ。そ高みってそこにあるよ。え、わかるでしょ、どこなるか。あの、ひめいとか、加古川の間にある。とりあえず、地名で言われたら、どこになるかな。あの、高さまで入るのかな。とにかく、高さが一番高いとこ。高いやないな。そこはね、子供を連れてあった。ね、あれよう連れてあったなと思うけどね。で、それでおんぶして上がったというよりも、抱きかかえて上に登ったんちゃうかなとき。もうだから、40年、30年ほど前か。ね、30年前じゃん。うち30、何年前かな。とにかく、高みぐらいの上に上がる、山登りするのに子供連れて上がるって、そんな人おれへんで。なんだけど、なんだか何ぐらい上に上がったんですね。うん。それで、ね、今から考えたら、あのアホなことしたな。自分たちだけで上がるのが死んでるのに、赤ちゃんを連れて上がった。ちょっと考えたよっぽどアホな人がすることやろ。どう思うわな、普通は。リュックサックにね、いっぱいあの、なんだ、食べるもの、あれは、テントかなんか、ね、入れて、飲むの、とは、ってやる程度。自分の子供の赤ちゃんのを背負うんならいいけどな。前に抱えたまま、平気でそういう山を登った。で、うっかり足でも滑らしたらね、赤ちゃんもろとも転んで死んでも、今から考えたら危険なことした。だけど、そこまで考えなかった。なんで連れてなかったんやろ、ね、思う。不思議な体験がありますよね。とにかく、なんでもなんかする場合にね。昔から自分のやってることを考えない人やったら、その危険な恐ろしいことをしてるということを思いつかない。ね、うん、今から考えたら、ゾッとするというようなね、ことがありましたけどね。なんで高みくらいに登ったんだっけ。何の話ですね、その話。分け登るふもと。ああ、そうか。分け登るふもとの道は多けれどね。同じ高嶺の月を見るからっていうね。成長の家のスローガンやな。成長の家って、分かりますね。それは、要するに、何も、神様や仏さんやないだって、いろいろ神様があったとしても、お父さんがあったとしても、結局は高嶺の月を見るのと同じだってね、考え方ね。成長の家の谷口正春か、ガスのところとかね、の考え方はそうや。私のおばさんはそういったことを考えたんや。いやー、だいたいそうやな、戦争前の人、日本人の大多数の発想やな。うん。それは、つらいふうに考えたらね、お互いに、まあ、喧嘩せんでええわ、ことになるわな。明け直るって分かるよ。ふもとの道は大きいとって分かるよ。どういうことか。言われた、高見倉やったって、姫路の方から登る方法もあるし、加古川の方から登る方法もあるし、方法で、道もあるしね、高砂の方から登る道もあるし、火災の方から登る道もあるか。ね、4つぐらいルートがある。登るルート。
いずれにしろ最終的にてっぺんに着くわけや。ね。だから僕ら登ったのは、高山の方から登って、鹿島さんのあたりに上がったんで、それで降りるときは、深田の方に降りてたから、とにかく降りるルートは違ったというふうに思うけどね、とにかくね、同じ山に上がる、高い山であればあるほどね、登る方道が違うと、いろいろあると。だけども、到達点は同じと。それからそこに月が出てたとしたら、同じ月見るんじゃないかっていうね。だから、そんな何やかんや宗教、何だかんだ考え方があったとしても、結局、最終的ルートは同じや。という発想があるわけやね。成長の意義っていうのはね、そういう考え方するんですよ。だけどね、同じ互いの月を見るからね、あのね、そんなアホなことあるわ。分けのぼるふもとの道は多いけど、ふもとの道は多いかしらんけど、別のルートもあるじゃないかと。え、山やったっていろんな山がある。富士山を代表的な山とか、富士山やったって言うんだ、ね、3777m、すごいや、高山や、ね。そりゃあんた、万年雪が降ってると。ね。そりゃ、ルートは、登るルートはいっぱいあるわ。まあ、あれ、5合目かな、までは、車で上がれるね、富士山は。僕は2回ぐらい上がったね、車でよ。だけど、車で上がっただけでね、てっぺんまで上がりませんでしたんでね。とにかく車で上がるということは、それで上がって車で5合目までということは2000メートルぐらい上がったのか。すごい高いところですよ。ね。だってもう周りが全部見えるわけだ。ね。すごいあそこ、あの山よ、登る。それで確かに誰でも上がれるんですけど、その途中まではね。だけど、てっぺんまで上がることはしんどいなとは、あとはしんどいと思いますけどね。なんかとにかく、なんか、年間 3万人か4万人、その上がるらしいけどね。うん。まあ、そ行くのはいいですよ。まあ、そういう例えばね、いろいろあるもんね。だけど、結局は、同じ月を見るんですよ、言うたらね。なんとなく納得するようなね、発想ね。だけど、そのね、分けのぼるふもとの道は、ね、同じ山上がってるとは限らんぞ、というね。こっち行くのと、右、左行くのと、右、北行くのと、南行くのと、方角は違うけど、結局は曲がりくねって、最終的に来ると同じだっていう発想、そんなに、発想がある程度も。だけど、クタップはね、崖の下に落ちても道かもしれないです。必ずしも上の高い山に登ってるルートとは限らん。わかりますでしょ。いろんな道があるわけや。うん、もう本当にね、いろんな道あるわ。長いこと走ってるのを見るとね、あれ走って、よくね、田舎の山道なんか走ってるとね、危険ですよと書いてあるね。これ危険、ね、そういうふうに書いてあるところがいいわけよ。で、そのルート通り抜けた、橋を通り抜けたと思ったらね、後振り返ったらね、ね、その走ったところ、ガタンと落ちた。え、ね。で、危険って書いてあるんだ。後見たら危険。この橋は落ちますよ。ね。この道は落ちますよ。という注意まであるところがあるんだよ。だけども、ぼーっとしてるんだよ。
ね、ぼーっとしてるのはね、私昔からぼーっとしてるね。ね、だからね、危ないところに平気行っちゃうわけよ。で、この先はね、何？どうした？何が？大きな蜂がさ、蜂が、大きな蜂があるの？すごい大きな。え？あの、蜂があるの？こういうところ。ああ、そう。分かった。さ、あくまやな、サザエやな。そうだ。僕刺す？いや、刺したらええよ。蜂を刺しに来い。ね、僕ね、何遍も刺されて、子供のとこ何回も蜂に刺されて、慣れてんねん。だから平気、慣れてるから平気。耐性がついてるんだよ。下手にね、刺してんだね、蜂の方がやられてしまうっていう感じや。いや、本当にアホのとこかしたよ。だって近所のね、もうやめた方がいいんだ。いや、ついてないから、言いたくない。出せんだけどね、出せんねんつも出せんだけど、近所にね、あの蜂が巣作ってんねん、ね、それでね、あのまだな何も考えたか知らんけどね、それあの蜂の巣を続きに行ったよ、ね、で竹を持ってバーンとついたよ。そしたらね、蜂やったって黙ってへんからね、バーッと私を襲ったんや。ね。で、バーッと飛んで逃げたんやけどね。それにいっぱい刺された。蜂に刺されました。ね。まあ、それはその後、あっての、掘れへん、アホやからね。その後、おかしいだ、子供の時。それまた面白いんだ。いっぺんや二遍だどうかね、三遍や一遍どうかね。そんなばっかしてるというね。で、それで、でもうそういうものね。ね、もう危ないことばっかりしてた、うん、まあ、その話はやめとこうね。とにかく愚かなことはしてましたけどね。で、何話してたの、ね、山の山道はいろいろあると、ね、それが結局は何歩あってもいろいろあっても最終的には同じ山の上の月を見るようなもんだ。だからどの宗教、どの考え方でも結局は同じ結論は同じだというな調子のいいという人がおったと、ね、それに多くの人は騙されると、うん、で先生、それのんきにその通り、ね、考えているのはええかしらんけどね、騙されるとひどい目に遭うというかね、それね、まあ関西人ぐらいはそういう発想がすごい好きやな。だけどね、全然別の悪魔になってしまう、ね、神様やと思ったら悪魔であったって、ね、神様の場合はね、天国行きますけどね、悪魔の教えはね、地獄行きますよということね。だから同じような道であってもね、注意しないとね。罪を食べてはならないと言われた。
リンゴを食ってしまったっていうね、善悪の種、リンゴというのは後でつけられたので、本当は善悪を知る木の実を食べてしまった、ね、善悪を知る木の実、わかる？アダムの時、善悪の創世記三章、これ開けますと旧約聖書の一番最初ね、持ってますか皆さん。創世記三章を見るとね、わかるわ。16節から読んで、2章の16節。砂の神は人に命じて言われた。その名を全ての木から取って食べなさい。ただし、善悪の地域の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまいます。というね、言われた。ところがこの善悪の周期の実から、実になってる木の実を食べてしまった。え？創世記三章の三節。でもその野中央に生えている木の数だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んではいけない。と神様はおっしゃる。蛇は女に言った形成死ぬことない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知る。またなることを神様はご存知です。よくするね、女が見ると、その教育にもおいしそうで、目を引いて、賢くなるようにそそのかした。女は身を取って食べ、一緒にいたところにも渡したので、彼も渡った。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知る。二人の目は一軸の歯を連れ合わせて、星を追うものとした。ここだ。食べたならないと言われた。木の実、全国の白い木の実を取って食っちゃった。ここから罪が人間の目に入った。ね、わかりますね。これ、これ、これから。全悪を知る木の実って何ですか？善悪を知る木の実と名前の通り、善悪を善悪が分かるや、分かってしまった、うん、今それまでは何も食べても何も感じなかったんだけど、その実だけを食べるとなんかね、うん、賢く、人間は賢くなったって言うんですけどね、何が賢くなったか、ああいうと善と悪が分かってしまった。だから何でもかんでも何かしたらこれいいのかな、これは悪いことかな、ということを考えるようになってしまった。そして悪いことでもするようになった。という始め、その罪の始めだ。蛇がそそのかい。蛇に騙されたって言うね。その時に蛇が入ってきたの。何？人間の中に。人間の先祖に。ね。悪魔の霊が。蛇は悪魔。ね。その話だ、この間のね。人は多くの罪によって。で、罪によって、罪を犯したから、どないなんですか？その結果、死ぬことになってしまったということは問題ないよ。え、もう神様はね、罪を犯した、悪いことをしちゃいかんということをやってしまった。そういうことは、
あまり神様に喜ばれない。もうそれはしたら、ね、神様に捨てられる。神様から、神様に私たちをお前知らんというふうに察されてしまう。そしてもうね、神様の守りがなくなってしまう。蛇の思うがまんまに私たちは操られたまま、結局は地獄へ行ってしまうというね、そういう話が聖書にあるんですよ。伝統はそうです、そうですよ。そんなことを言ってるわけね。だけどその結局そういう人間が滅んでいく、うん、そういうことから逆にね、元の命の方向に天国へ行けるようになるためにイエス様がこの世に来られたということね。イエス様が死んでる人は今度は命もう悪魔から解放される。そして人間が滅んでいく運命から元の永遠の命、天国へ行けるように方向転換できるようになった。それはイエス様が私はお前たちの、あなたのお前たちの罪を背負ってね、滅ばないように、私は勝って代わりに滅ぶから、私は代わりに死ぬからね、あなた方は生きなさいという方向転換できるようにしてくださったわけですよね。わかりますか？まあそれはね、信じない人はね、別にそんなしてもらわないでよ。俺は正しい生き方ができるんだ。何もキリストのイエス様なんか別に頼らなくてええというね、考える人は多いんですけどね。大体そのエデンの園で蛇に騙されました。そしてみんな地獄へ行くことになったんですよ。でその話だって知らんしね、言うたって信じない、ね、それは多くの人はほとんどそうです。だけどよーくね、神様のことを、まあ、分かってくるとね、このままでは、天国へ行けないな、このままでは死んでからな、特にね、この世においてもそうよ、もう辛い人生を送ることだ、死んだからの話はもう完全に地獄だと、蛇の思いのまま生きていかなきゃならんというのね、そういうことがよく分かるんだよね。このイエス様はね、私たちの罪を背負って死んでくださいました。そして私たちは永遠の命に生きるんですが、出たで何の話やっていうのがあるんですけどね、私たちは完全に永遠の命、永遠ですよ。新しい天国行き、天国行きの人生を送るんですよ。送る、今も送ってるんですけどね、そんなこと言うけど、この毎日の生活の中で楽しくて何もないんじゃないか。となえる、何がイエス様、何が、ね、天国に出るんじゃ、辛いことかいという考える人もおってですけどね。けど、ね、イエス様が私の代わりになって天国、地獄だ、地獄の方に行ってくださった。くださった。だから私はもともとは地獄行きの人間やったんだってけども、天国へ行けるようになったんですよ。ありがたいですね、感謝ですねっていうねことを悟るべきなんですよね。わかりますね、あ、そういうことが結局書いてあるんだけどね、この一つ一つのことを見てるとね、
利他されるとかね、目の見るのは分かるな。病によって支配された永遠の命はなんとなく分かるけどな、その逆の滅び、何なんだろうというね、言葉の一つ一つもちょっと難しいなと思ったかもしれないけどね、で大体結局、成長の上の考え方をみんな受け入れてしまうと、そういうのがもう考えるのめんどくさい、いろいろ、もう結局は最終的にはいろいろあるけども、神様は仏様は八百万の神ってあるやん、あるいは八百万の神だけじゃなくて自分の親、もう親の親の親、もう死んだその仏さんね、もう何でもいいから、もう私の親の親の親、そういう先祖家系のにつながる人たちは子孫である、その私、子孫である私が地獄へ行くことのようなんか望んでないというね、だから結局ね、仏さんに敬意を合わせていつもいつもいつも拝んでれば、もう間違いなく天国に行けるんだというね、そういうみんな考えるんですけどね、死んだ人が助けてくれるはずはないんですよ。仏さんであろうが何であろうが死んだ人だからね、助けてくれない、そのことをよく悟るべきですよ、ね、何人じゃないでよくあるわ、ここへこの辺の地域ではまずそうやな、八幡さんやな、いやー今今日何時だ、今日は10月の18日か、17日、え、今日17日、これ18日とかじゃない、これ申請で間違えた、これは18日っておかしい、17日よ、これは何やったのね、これ17日に直せば18日よ、ちょっと前やったらいい、1週間過ぎてんだから、10月10日から1週間過ぎてんだから17日だよね、1週間はね、だから間違いよ、こういう間違いをね、これ10月8日ではなくて17日 ですからね、直せてね、そういうミスばっかりが、非常にミスが多い、いや、ミスはあんまり犯さない人なんで、どっちか言うと人なんですけどね、まあ人はね、過ちのあるからね、そういうどっか間違ったんちゃうかなと、よくね注意しないとね、もうやってもしょうがないけどね、10月17日な、まあそうだ、まあ一日はちょうどもかどとこかないね、それでね、いろいろと自分、自分の音を親の親、要するに先祖やな、ね、それが決してね、子孫、本当のその家の子孫である私たち不幸になることなんか望むはずがないっていうのを勝手に考えると、でもね、考えてみたらね、死んだ仏さん、なんぼ自分の家につながってるその親であろうが先祖であろうがね、
子供のあれは孫のあれひ孫の子供までね面倒を見切れないそんなもんするかいうねだから、先祖が私たちの幸せを願っていたかは知らんけどその力がないということをよく悟るべきですよね。わかりますね。だから、仏壇で出会わせることは助けてくれることになるんじゃないかな。Thank you.